ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文孝です。高齢者から光り輝く高齢者になるための起爆剤の情報を配信しているところであります。今日は2024年3月の4日月曜日です。今9時半を回ったところですが、太陽光がますますこうさんさんと降り注ぐようになりましたね。いやー、今日はちょっと外を歩いてこう太陽の光を浴びたいなと思っております。そんな中で今日も3冊シリーズを行っております。その3冊シリーズの第3弾であります、健やかな体の作り方、五木寛之さんの中からお送りしたいと思います。今日は今日は第2章「養生という道楽」2018年11月12日放送とか書いてあります。第2章ですが、第1章はどんなことがあったのかちょっと見ますと、第1章「人生100年時代の健康とは」というのがね、第1章ではそんなことを語られています。中のことをちょっと見てみますと、病とは治すものではなく治めるものと考えるとかね、治すことのかなわない衰えをカバーしていく知恵、身体が発生する声に耳を傾ける、まあ第一章のちょっと主なものを読んでいましたが、今日から第2章養生という道楽、その最初が養生法を研究する性癖は小学生の頃に芽生えたのかもしれない。司会者、今回は五木さんご自身が実践されている健康法などを紹介していただければと思うのですが、その第一歩が呼吸法だと伺ったことがあります。五木さん、そうなんです。国語と漢文の教師をしていた父は、座禅を組むような姿勢で腹式呼吸を繰り返す呼吸法に熱心に取り組んでいました。大正の末期から昭和にかけて、日本では健康養生法が流行しました。その中で岡田式正座呼吸法と呼吸法というのが一世を風靡したんです。坪内逍遥をはじめ、文化人や芸術家、作家たちがみんな岡田式に参集して、会員数が20万と言われるくらいの大勢力だったところは、その岡田さんが若くして亡くなるんです。大正9年。それで潮が引くようにみんながさっと離れていったという出来事がありました。それでも岡田式呼吸法は昭和の初め頃まで影響が残っていて、私の父もその岡田式呼吸法に凝っていたんです。その姿が小学生の私の目には忍術の稽古でもしているように映ったのでしょう。面白がってよく真似たものでした。そのうちに父は岡田式を撤退して、今度は腹帯のような練習器具を使うようになりました。この器具、下腹部をうまく膨らませるとチーンという何とも澄んだ音が出るので、子供にとって格好の遊び道具なのです。私は父が学校に行ってる間にその道具をこっそり持ち出し、自分の腹に巻いてチーンと鳴らしては喜んでいました。どんなもんなんでしょうかね。養生法をあれこれ研究する私の性癖はこうして小学生の頃に芽生えたのかも知れないと最近思うようになりました。もちろん呼吸の理屈を知ったのはずっと後のことでしたが、当時から知らず知らずのうちに自分の体と対話する楽しさを味わっていたように思えるのです。司会者さん、すごい大ベテランですね。五木さん、ですから
息を止めるのが非常に得意でね、当時子供たちが集まって防水用の中に首を突っ込んで、どのくらい長い間息を止めれるか競争したんです。そういう時、完璧に他の人を出し抜いて私がトップでした。長時間息を止めることができるんです。今でもどうですかね、2分ぐらい平気だと思いますね。私はせいぜい30秒ですね。司会者さん、ちょっと猫ちゃん入れます。どうぞ猫ちゃん入れます。司会者さん、私はせいぜい30秒ですね。そうですね、水の中に突っ込んだら30秒したら本当息苦しくなりますね。五木さん、呼吸という文字が表すごとく、およそ呼吸法と名の付くものは、まず吐く息に注意を集中するように教えています。ゆっくり時間をかけてきちんと吐けば、吸う息はおのずと寄り添ってくるというのです。かすかにゆっくりゆっくり息を吐いていく。その時に鼻のところに小さな糸くずみたいなものを貼り付けておいて、それが揺れ動いている間は息を吐いていることの証拠になるんです。司会者さん、それはずっと続けていらっしゃったんですか？伊豆木さん、ええ、いつまでもどこまでもできる腹式呼吸を私にとって手軽に実行できる養生法の一つです。どうも気持ちがせいでてざわついているなと思ったら、ゆっくりゆっくりと息を吐き切ってから吸う。私は普通の腹式呼吸とは逆の、吐くときに下腹部に力を入れる逆腹式呼吸法を取り入れていますが、その人その人のやり方でいいんです。それを3回ほど繰り返すと鼓動が静まり、きっと気持ちが落ち着いてくるはずです。はあ、なるほど。まあ呼吸法というのはよくみんな説かれてますが、吐き切る。そうか。吐き切れば自然に入ってくる。これ確かそうですね。うん。やっぱり一日に、吐き切ってみるといいですね。特に朝3時頃新聞を外に取りますから、その時は空気が、まあ今暗いんですけど、空気がきれいになってますから。そこでこう呼吸法をやると体にいいですね。そして今みたいにこう手、火がとっとっとっと、さんさんと出てくるときは、まあ、外に散歩しながら、その太陽の日をと浴びて、うん、まあ、紫外線は受けるのをちょっと塗っとったらいいか分かりませんけど、でも朝は入って、朝の、まあ、いい空気を吸う。ああ、またちょっとこれやってみようかな。と思っております。ごきげんよう。